皆さんこんにちは。恋活婚活サロン結婚相談所縁の舞台、ずんこママです。愛の基準を再考する、ときめきよりも大切なものという話を本日はしていきます。このチャンネルでは婚活をしている方に向けて寄り添ってお悩み事を解決していけたらと思っております。最後まで見ていただくと婚活に関する素敵なプレゼントをご用意しています。ぜひ最後まで見てくださいね。先日サロンのお客様が面談の際に私に相談してきたことがございました。なかなか人を好きになれないんです。好きというものがどういうものかわからないんです。どうしたらいいですかという質問です。この質問はね、前にも受けたことがあるんです。今日はね、愛と恋愛について考えてみましょう。好きという感情は人によって理解しやすいものではありません。特に異性を好きになることがなかったり、自分の感情について迷っているという方は、そんな方にとっては好きという感情を理解するのは難しいかもしれません。しかし好きという感情を理解する代わりに、不快感がない、そういう基準で相手を見ることができます。不快感がない関係の大切さ、愛とはときめきだけではなく、お互いに不快感を感じない関係を築くことも重要です。不快感がない関係は長く続けることができます。結婚はときめきだけではなく、お互いに心地よく過ごせる関係を築くことです。結婚イコールときめきが全てではない。お互いを尊重し合い支え合うことです。ときめきがなくてもお互いに不快感を感じない相手との関係は長く続けることができます。結論です。愛と恋愛について新しい視点で考える必要があります。好きという感情にこだわるのではなくって、お互いに不快感を感じない関係を築くことが大切です。ときめきだけではなく、お互いを理解し支え合うことです。それでは今日はここまで。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。この動画、皆さんのお役に立てれば嬉しいです。本日のチケットプレゼントです。プロフィール観覧チケットをプレゼントしています。ぜひ公式 LINE にご登録後、希望とメッセージをください。あなたの希望条件をヒアリングして、直接あなたのお話を聞かせていただけたら、お客様の条件に格闘する異性の方の写真付きプロフィールを見れることができます。ぜひ公式 LINE にご登録後、希望とメッセージくださいね。それではまた次回次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではずんこママでした。じゃあねー。